はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、こちら1月にリニューアルしたメイクアップフォーエバーの下地全8種類、それぞれの特徴やおすすめの使い方をね、紹介していきたいと思います。ベースメイクをきれいに仕上げるのって、もちろんね、ファンデーションとかコンシーラーも大切なんですけど、やっぱり土台の部分をきちっと作っておくことで、そんなに厚塗りにならずにね、きれいにファンデーションを仕上げることができると思うんですよね。毛穴を目立たせたくないとか、テカリを抑えたい、それから透明感を出したいとか、くすみを飛ばしたいとか、それぞれお肌の悩みあると思うんですが、そんなお悩みポイントに合わせて使い分けできる下地になっていますので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。はい、今回ですね、こちらの下地、ありがたいことにメイクアップフォーエバーさんからプレゼントしていただきました。ありがとうございます。結構な時間私ね、じっくり使い倒してみたんですよね。その中でこんな風に使ったらいいんじゃないかなっていう風に気づいたところがいくつかありましたので、そういった点をね、今日はシェアしていきたいと思います。で、色付きのものも出てくるんですけど、コンシーラーじゃなくてあくまでも下地なので、お肌になじませるとやっぱりね、他のカラーアイテムに比べるとちょっと違いとか分かりづらいと思います。カメラには映りにくい特徴なんかはしっかりね、口頭で説明していきたいと思います。じゃあまずはですね、肌質別におすすめの下地紹介していきたいと思います。3タイプあるんですが、まず1つ目、お肌が乾燥して突っ張る方、それからハリがなかったりとか、お疲れ肌の方、こういった方におすすめなのがこちら、ステップ1プライマーのハイドラブースターです。こちらは8種類の中でも私が一番ヘビロテしている下地です。下地なんですけど、潤いを与えて滑らかにしてくれるっていう、ちょっとスキンケアみたいな効果もあったりとか、あと健康的な輝きをプラスしてくれるので、ハリを出してくれて、こう疲れた肌をね、元気に見せてくれるような下地です。非常に緩いテクスチャーでみずみずしい感触の下地です。で、他の動画でも言ったんですけど、私これ香りが好きなんですよね。ちょっとハーブっぽいような不思議系の香りで、あんまり化粧品の香りっていう感じじゃないんですけど、私はこれを使うたびにね、匂いにも癒されています。そして2つ目は、逆にお肌がテカってしまう人におすすめな下地です。こちら同じくステップ1のシャインコントロールベースです。これはハイドラブースターよりも少し固めで、ジェルっぽいような感触の下地です。がっつりマットっていう感じではないんですが、ほのかにマットな仕上がりになってくれて、で、塗った後の感触も潤いは残しているんですが、表面が少しサラッとしたような感触になってくれます。で、こちらはオイリー肌さんだけじゃなくって、部分的にテカってしまう人にもおすすめです。私の場合は全顔ね、保湿タイプの下地を使った後に、こちらをこう鼻筋とか T ゾーンとかですね、午後になるとちょっとテカってくるような場所にポイント的に使ったりもしています。そして3つ目、これ悩んでいる人多いと思うんですが、毛穴ですね。私もこの鼻周りと、あとここの毛穴すごく気になるんですが、こういった部分にはこちらを使っています。ポアミニマイザーという、今回出た下地の中で一番固めのテクスチャーの下地です。部分用の下地にあるような、ちょっと毛穴を埋めてくれるような感触なんですけど、見た目ほど伸ばすと硬さはなくって、少量をね、薄く伸ばすことができます。で、伸ばした後はさっきのシャインコントロールベースよりももう1段階ツヤ消しのような仕上がりになって、塗った箇所がフラットに見えてくれます。はい、今紹介した3つのアイテムが肌質によって選べるタイプの下地です。で、残り5つがスキントーンによって選べる下地になっています。まず赤みが気になる方におすすめなのがこちら、レッドネスコレクターです。赤みを消してくれるタイプのグリーンの下地なんですが、私はあざ部分をメインに使っています。あとは赤ニキビなんかをメイクでカバーしてしまわないといけない日に部分的に使ってあげるとカバーしやすいかなと思います。そしてお肌に明るさが欲しい方におすすめなのがこちら、トーンアップパーフェクターです。名前からして良さそうですよね。これはそのまま見ると白みのある水色っぽい下地なんですが、透明感のある明るい印象に仕上げてくれます。このグリーンとブルー、とても便利なんですけど、全顔に使っちゃうとちょっと血色感を失われてしまうなっていう方もいらっしゃると思います。まあ、そういった方はね、私みたいに部分的に使ってあげるのもいいかなと思います。次、こちら私ぐらいの年齢になってくると悩んでる人多いんじゃないかなと思うんですが、木くすみですね。木くすみが気になる方におすすめなのはこちらです。イエローネスニュートラライザー、黄みを和らげてクリアな肌に見せてくれるパープルの下地です。今回思ったのがね、パープル持ってると便利。
透明感欲しいんだけど、ここにブルー使っちゃうとちょっと顔色悪く見えちゃうかなとか、なんかそういったポイントにもね使いやすくて、今まで使ってたファンデーションがくすむようになっちゃったなっていう方は、こういったねパープルの下地仕込んであげると、また今までのファンデーションが使えるようになるんじゃないかなと思います。そしてこちら、これもね私よく使ってます。血色感を足したい人ですね、そういった方におすすめなのがフレッシュブライトなピンク色の下地ですね。生き生きとしたねお肌に見せてくれる下地なんですが、私はもうほんと気温が下がり始めてから顔面の血色感が足りなくって、自分でもね顔色が悪いなって思うことが多かったんですよね。そういった時にこちらをね広めに頬の部分に使って血色感足していました。普段はねそんなに血色感気にならない方でも、寒い時期になると足りないなって感じる人いらっしゃるんじゃないでしょうか。そういった方にはこちらおすすめです。そして色ムラが気になる方におすすめなのが黄色いダルネスイライザーというタイプの下地です。色ムラっていうとちょっと難しく感じるかもしれないんですが、コンシーラーを使わなくても下地の段階でこう薄いシミだったりとかクマだったりとか、こういったものによるムラをね一旦均一にするっていう風に考えてもらうといいかなと思います。まあ、目の下のクマとかって気にはなるんですけど、コンシーラーとかまで仕込んじゃうと乾燥してこうバリバリにねひび割れたようになってしまうっていう声も結構聞くんですよね。まあ、そういった方はこういうみずみずしいタイプの下地で薄くねカバーしてあげるといいんじゃないかなと思います。アイカチャンネル、はい、それではねスウォッチだったり特徴を紹介しましたので、これからね実際に使ってメイクしていきたいと思います。で、皆さんが使うときは、まあ、下地なので全然ね手でつけていただいて大丈夫なんですけど、今年末年始の大掃除のせいで指先がガサガサなんですよね。なのでちょっとアップでお見せしたときに指がねちょっとお見苦しいので、そういった理由でこのちっちゃいスポンジでつけていきたいと思います。で、ここからの使い方は私がね実際に使ってみて、あ、この使い方が自分には合ってるなっていう風に感じた使い方なので、まあ、それぞれのねお肌の悩みとかによって使うポイントとかは変わってくると思います。ですので、まあ、どういったね意図で使ってるかっていうところだけでもね参考にしてもらえたらと思います。で、まずメイクする前、もちろんねスキンケア皆さんされてると思うんですけど、やっぱり乾燥するのでしっかり保湿しておくことが大事だと思います。保湿しておくともちろんメイク持ちも良くなるんですが、水分が入っているとお肌ってやっぱり透明感が出るんですよね。そうすると自然なツヤ感だったりとか、まあ、透明感っていうのを薄いベースでも出しやすくなると思いますので、そういった意味でも今の時期はねメイク前しっかりめに保湿してあげてみてください。で、さらにこの保湿を下地の段階でプラスしてくれるのがさっき紹介したこのハイドラブースターだと思うんですよね。で、これは本当感触が美容液みたいな感触なので、私はこれをまずは全顔塗るようにしています。下地っぽいこう肌の表面を覆ったような感じだったりとか突っ張った感じっていうのは全然出ないので、これを塗った上からそれぞれのねポイントに合わせて他の下地を重ねるようにしています。これ大きいスポンジでやればよかったね。なんか部分用に出してたちっちゃいスポンジで全顔塗っちゃった。で、これを使ってあげるとちょっとねこう触った時にお肌がこう水分含んでパンって張った時みたいな感触になってくれるので、一旦こんな感じで仕上げてからポイントごとの下地重ねていきます。次使うのがこのシャインコントロールですね。テカリが気になる部分に使う下地です。これは私本当にこの鼻筋と額くらいしかテカらないので、あんまり広範囲に使うことはないんですけど、ちょっと広めに鼻筋と額、それから、まあ、鼻の横とかですかね、こういった部分にのせていきます。そして毛穴が気になる部分ですね、ここにポアミニマイザー使っていくんですけど、これはちょっとテクスチャー固いので指でつけていきます。ピッと鼻の横とここですね、ここ気になるのでこの辺りにこうガーッと毛穴の向きに逆らうようにこう入れ込むような感じで塗っていきます。じゃあ次カラーコントロールなんですけど、まず範囲広いところからあざ部分ですね、このレッドネスコレクター使っていきます。で、赤みを打ち消すのがグリーンっていうのは結構皆さんねイメージしやすいと思うんですけど、やっぱりこういう広いあざでもがっつりグリーンでカバーしちゃうと広範囲の血色感を失われて顔色が悪く見えちゃうんですよね。なのでグリーンのコンシーラーみたいなのもあると思うんですけど、私はそこまでしっかりグリーン味であざをカバーしてしまわずにほんのり赤みを取ってあげる。これ結構ビフォーアフター分かりやすいかなと思うんですけど、少し赤みが控えられたと思うんですよね。こんな感じで下地の段階で一旦ね赤みを抑えておくことで、もちろん使うコンシーラーの量も減らすことができます。
そうするとメイク全体の厚みも抑えることができるので、厚みがないとよりねメイク崩れもしにくくなると思います。いろんな下地そんなに重ねて大丈夫なのとか、厚ぼったくなってしまわないのっていう風に思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、一つずつ薄くこうやって重ねていって、それぞれのアイテムの得意なところをカバーしていくことで、一つのアイテムでしっかりカバーしようとした時よりも私は逆に薄く仕上げられると思います。そしたら次、目の下のクマが気になる部分に黄色い下地を使っていきます。ここですよね。こっちはあざがあるので気にならないんですけど、ここのクマは私ちょっと肌がへこんでて影になってるタイプなので、目元マッサージとかしても消えないタイプのクマなんですよね。なのでこういったところに使っています。じゃあ木くすみが気になる部分にパープル使っていきます。木くすみ気になるところ人によって違うと思うんですが、このあたりですね、このクマの下の部分、ここちょっと気になるので、ここ両方使っていきます。あ、でもなんかすごいお肌が今明るくなった気がする。で、血色感足したい部分にピンク色使っていきます。この口角、口周りって私結構色くすんでるので、このあたりしっかりめに塗っていきます。で、さっきのパープルのさらに下ですね、頬の部分に血色感足したいので、ここにもピンク使っていきます。じゃあ最後ブルー使っていきます。このハイライト使う部分ですね、この鼻筋と額の部分ですね、ここに少し仕込んで、あと顎先、それからまぶたの透明感出すのにねいいと思います。アイシャドウベース使う人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、使わないっていう人はねファンデーションでそのまま仕上げると思うので、そういった時にこれ仕込んでおくと目元ね少し明るさが出てくれて、よりアイシャドウの色がねしっかり楽しめるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、私のお肌の悩みに合わせて8種類使い分けしてみました。まあ、実際にはここまで使い分けする人はなかなかいないかなと思うんですけど、まあ、特に自分が気になるポイントを何点か取り入れるだけでもねだいぶ違うと思います。じゃあこれでねファンデーション重ねてみます。はい、ファンデーション重ねるとこんな仕上がりです。まだコンシーラーとかは使っていないんですけど、あざ部分も結構カバーされてるんじゃないかなと思います。今回使ったファンデーションは一応メイクアップフォーエバーで合わせてみたんですが、人気のリブートのねリキッドファンデーションですね、私が使っているのは Y242 番です。じゃあ後のメイクは一気にいきたいと思います。せーの、はい、こんな感じでメイク仕上がりました。まあ、見た目ではね違いとかわからないかもしれないんですけど、実際にこの下地の使い方やるとファンデーションとコンシーラーを少量で済ませられるのと、しっかりお肌が潤ってくれてるし、お肌の表面がこうフラットになってるのでファンデーションがムラになりにくくて、こう均一にのせられる気がするんですよね。でメイク終わった直後ってフェイスパウダーとか使ってるからちょっと顔乾燥しやすいと思うんですけど、実際に触ると保湿されたような手がこうサラッと滑るんじゃなくって、こうくっつくようなしとっとした感触が残ってくれています。下地といってもねいろんなタイプのもの出ています。どんな風に使い分けしたらいいかとか、自分にはどんなものが合っているのかわからないという方も多いと思います。そういった方のね参考になると嬉しいです。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていってください。それから Twitter や Instagram など SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。